スウェーデン歴1712年2月30日2月30日は、ユリウス歴及びその流れを組むグレゴリウ歴、中世ユリウス歴、ルーミー歴などには現れない日付である。しかし、それ以外の暦に視野を広げると、2月30日は、決して珍しい日付ではない。ただし、他の暦の多くでは、月の名が異なるため、それらは月を名前で呼ぶ西洋の文献では、 フェブラリー30日とは扱われない。なお、ここでは便宜上、フェブラリーと同語源の各国語をフェブラリーと記する。フェブラリー30日は、記録の乏しい古代は別にして、近代に3回だけ現れた。例えば、スウェーデン独自歴では、年始から61日目にあたり、年末まであと306日あった。13世紀の天文、歴学者。 ヨハネス・ド・サクロボスコは古代ローマの紀元前44年から紀元前8年までには普通に2月30日が存在したと主張した。しかし、これを裏付ける紀元前1世紀当時の記述はない。グレゴリオ歴の交付後2月30日が最初に現れたのはスウェーデンの暦上であった。17世紀ユリウス歴を使用していたスウェーデンは グレゴリオ歴への改歴を計画した。当時、グレゴリオ歴の日付は、ユリウス歴よりも約11日進んでいた。これを解消するには、例えば1月1日の翌日を1月13日にするなどの大きな改変が必要になる。しかしスウェーデンは、順年をまびいて少しずつ、グレゴリオ歴と同じ日付に近づけようと計画した。具体的には、ユリウス歴では、 ウルード氏だった1700年を平年にし、次の1704年、1708年と1740年まで40年間にわたってすべてのウルード氏を平年にして、ちょうどグレゴリオ歴と同じ日付にする。こうしてまず1700年は平年とされたが、1704年、1708年は計画に反して順年となってしまった。この結果、スウェーデンは、 ユリウス歴ともグレゴリオ歴とも違う日付を刻む国になってしまった。世界中どこの国とも日付が噛み合わず大変に不便であったので1712年にとりあえず日付をユリウス歴と同じに戻すため2月に2日のウルービが挿入された。このためこの年の2月末日は2月30日となった。このスウェーデン独自歴1712年2月30日は ユリウス歴では2月29日、グレゴリオ歴では3月11日に当たる。そして翌日は、ユリウス歴とともに、スウェーデン国内も3月1日の日付を無事、刻むことができ、スウェーデン独自歴はそのまま廃止された。スウェーデンのグレゴリオ歴への改歴は結局、それから40年以上が経過した1753年に行われている。 ソビエト連邦では1918年にグレゴリオ歴が導入された後、1929年に改歴が行われ、週5日制のソビエト連邦歴が採用された。これはフランス革命歴に習った月30日制導入の意図があるとも見られ、実際に1930年には全部の月の日数を30日とし、余った5日はどの月にも属さない日として計上する。 ソビエト革命歴の導入をソ連政府の委員会が諮問した。これが採用されれば2月30日が登場することになったが政府はグレゴリオ歴のままである他のヨーロッパ諸国と暦がかけ離れてしまうことを理由にこれを退けた。結局ソビエト連邦歴は1933年の週6日成果を経て1940年に廃止された。 太陽歴の一種である世界歴や半ヘンリーパーマネントカレンダーなどにも毎年2月30日が存在する。ただし、これらの暦は公式に施行されたことはない。1年365日の1、12は30.4日で30日を超える。そのため30日未満の月はなくてもよく、2月がそうなる必然性はさらに低い。 ユリウス歴の影響を受けずに成立した太陽歴では2月30日が存在することが多い。イラン歴では年の前半に31日の月をまとめており、2月は31日まである。コプト歴の月はすべて30日であり、2月も30日まである。ただしすべての月が30日以上でも、フランス革命歴は月を番号で呼ばないため、そもそも2月がない。 退院歴や退院対応歴では月の日数は29日または30日であり2月30日が現れ得る。中国歴や和歴では月名と日数は無関係である。そのため2月30日は毎年あるわけではないが他の月の30日と同程度には現れる。ただし退院歴でもヒジュラ歴やジャワ歴では奇数月は30日。 たま数月は29日と決まっており、2月は29日までしかない。1年の長さが1日増える順連はあるが、ヒジュラ歴では順連に1日増えるのは12月であり、2月は常に29日である。他の日付関連記事における出来事は主にグレゴリオ歴に換算してその日付に起こった事柄を述べている。しかし、 ここでは当時のその国の暦で2月30日に起こった事柄を述べているので注意が必要である。ありがとうございます。